僧侶による立ち役が終わる9時半過ぎに赤鬼が登場です。鬼への鬼は人々に幸せをもたらす良い鬼と言われています。赤鬼は再払い鬼の愛染明王の化身で、黒鬼は沈め鬼の不動明王の化身とされています。この鬼さん役は若い2人の僧侶で、6、7人の解釈役の若い村衆とともに身を清める小鳥では、前の川に入って泳がねばなりません。後ろ危ないですよ、後ろ。化身の鬼で松明を持って坑道内を暴れ回るのです。打ち振られる松明が怖いのですが、参拝者やカメラさんが多くて逃げるに逃げられず、加えて帝釈さんが頭上から火の粉を降らせるので大混乱になっています。はい、いいですか。ほら、見ると取れエムザル。おばちゃん、おばちゃんか、頭入れなんな。後ろから見えないので座ってくれと言われても、その隙間もありません。道内には松明の煙が立ち込める中、鬼に松明で背中や尻を叩いてもらうため、5、60人が何回も並んで、こうして無病息災を祈るのです。毎年旧暦の正月7日に国の民族文化財朱鳥鬼会が行われますが、これは新年の招福助祭を願い、寺と地域が共同で行う祭礼で、1000年前から伝わっているというものです。古代以来、国東半島に広がる寺院の集合体として六号満山があって、その年の年頭の法会として行われていたのがこの朱鳥鬼会です。旧正月に赤鬼と黒鬼が松明を持って暴れ回り、国家安穏、五穀豊穣、万民下落を祈願する仏教行事です。六号満山を開いた僧仁門が鬼会式六冠を六号28か寺の僧侶に授けたことが始まりと伝えられています。鬼の目に見立てた丸餅が投げ込まれ、激しく奪い合います。拾えば縁起が良いとされます。鬼の退出後、餅まきで終わります。